桜の森の満開の下、坂口安吾。2日か3日の後に森の満開が訪れようとしていました。今年こそ、彼は決意していました。桜の森の花盛りの真ん中で身動きもせずじっと座っていてみせる。彼は毎日密かに桜の森へ出かけて、つぼみの膨らみを測っていました。あと3日、彼は出発を急ぐ女に言いました。お前に支度の面倒があるものかね、と女は眉を寄せました。じらさないでおくれ。都が私を呼んでいるんだよ。それでも約束があるからね。お前がかえ？この山奥に約束した誰がいるのさ。それは誰もいないけれども、ね。けれども約束があるのだよ。それはまあ珍しいことがあるものだね。誰もいなくって誰と約束するんだい？男は嘘がつけなくなりました。桜の花が咲くのだよ。桜の花と約束したのかい？